プレスリリースでは68億のモデルとそれ以外にもいくつか公開されていますこの「AskYourPDF」というものでポイントに絞って要約してくれましたかなり論文を読むのがはかどるかなと思いますはい皆さんこんにちは a i v g マネットです本日は最近の気になる AI のニュースについて話していきたいと思います最近 AI に関するニュースがすごい勢いで出てるんですけども皆さんついていけてるでしょうか GPT4 がリリースされたのが3月なのでまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないのにすごい速い速度で技術が進化してるなと思います本日はそんな AI に関して個人的に気になったニュースとかリリースされた機能について紹介していきたいと思いますで内容としてはこちらになってまして最近公開された日本語版の大規模言語モデルだったりとか ChatGPT のプラグイン機能について話していきたいと思います 最新の AI の動向などを知りたい人はコンパクトにまとめたのでぜひ見ていってもらえればと思います、えー、それでは早速やっていきましょうはい最初のニュースはこちらですサイバーエージェントが国内最大級の日本語大規模言語モデルをオープンソースで公開しました で、オープンソースで公開されるって何っていう人ももしかしたらいるかもしれないので簡単に説明すると例えばですね ChatGPT ってオープンソースでモデルが公開されていないのでモデルの中身がどういうふうになってるのかなとか自分が持ってるデータを使ってそのモデルを改造するとか、えー、そういったことができませんでした。 で今回このようにサイバーエージェントが自分たちで開発した言語モデルをオープンソース化してくれることで誰でも自由にその言語モデルを自分のパソコン上にダウンロードしてモデルを改良したりとか共有したりとかそういったことができるようになります。でオープンソース化されたモデルっていうのはこれまであったんですけどもポイントとしては今回公開されたモデルっていうのは日本語とか日本の文化に強い大規模言語モデルでしかも商用利用可能という形で公開してくれているので 今後、企業などでも研究がより加速していくんじゃないかというふうに考えられます、はいで。今回公開されたモデルはこちらになってまして、プレスリリースでは68億のモデルというふうに書いてあったんですけども、それ以外にも、えっと、小さいモデルですね、えっと、いくつか、えー、公開されています。 で見方としては、えっと、この列がパラメーターになってまして、レイヤーとかティームエンジョンとかヘッドとかは、えっと、このモデルの構成ですね、になってます。で一番右の列が、えっと、性能になっているので、当然ですね、68億個の、えっと、パラメーターを持つモデルが一番精度が高いということでした。で、いろいろ調べてみると、一番下のモデルを動かすには、GPU のメモリがだいたい 15GB 必要というふうに言われています。なので、一番下のモデルを使うには、まあ、ある程度メモリがある GPU が必要ということになりそうです。 で試しに2つ目に大きな27億個のパラメータを持つモデルを使ってみたんですけどもコードはですねこんな感じで簡単に書けてプロンプトとして、えっと、日本の首都はというふうに質問してみると、えっと、回答はですね東京ですと私高校の時に1年アメリカにホームステイしていましたから笑いというところでちょっと余計なことは言ってくるんですけれども自然な文章を生成できてるかなというふうに思いますでまた当然なんですけども日本語で回答してくれてるというのが嬉しいなというふうに思います はい、でちょっと触ってみた感想としてはえ、このレペティティションペナルティというパラメータがないと、この右側のように、日本の詩とはの後に答えがあって、その後にどんどん QA が続いていくという状態で、うまく回答が生成できないことがありました。あとは、プロンプトなんですけども、日本の詩とはって打った後に、えっと、a コロンというところで、この続きを生成させるように、プロンプトを入力しています。 でこの A コロンっていうのがないと日本の首都アの後に続く質問文を生成してしまう可能性もあるのでこの A コロンっていう風に打ってあげて回答を生成するっていうことをモデルに教えてあげる必要がありそうだなと思いますでここら辺はちょっとまだ私もよくわかってないので、まあ、何か試してみてわかったこととかあればぜひコメント欄の方で教えてもらえればと思います はい次のニュースです。えー、リンナ株式会社が36億個のパラメータを持つ日本語大規模言語モデルを公開しました。これですね、サイバーエージェントが公開した日と同じ日にリンナ株式会社も公開しているということで、なんか国内でも競争が激しくなってる感じがしませんかで、こちらも商用利用可能な形でハッングフェイス上に公開されています。 でモデルとしては、この汎用言語モデルと対話言語モデルという2種類が公開されていて、サイバーエージェントのモデルと違うところとしては、この対話言語モデルといって、この会話に特化させた言語モデルが公開されているというところなので、こちらを使えば、チャット GPT のように使えるんじゃないかと思います。でただ、こちらも36億個のパラメータを持っているので、GPU のメモリがある程度必要になってきまして、無料版の Google コラボでは動作できませんでした。 モデルを動かすだけであれば CPU でも動かすことができるのでモデルをダウンロードしてみて使ってみましたコードとしてはこういった形になっていてポイントとしてはこの入力のプロンプトなんですけどもこのユーザーコロン、えー、スペースと打ったっ、えー、とに自分の質問ですねその後にこの NL カギカッコでシステムコロン、えー、スペースというものが必要であるというところがハギングフェイス上で書いてあったので使う人はちょっとここ気をつけて使う必要があるかなと思います はい、で生成した結果は、こういった形で、東京ですと。で、それはあなたにとって大きな質問ですかあとに、他に知りたいことはありますかとかですね。こちらに質問をしてくれています。これは、会話に特化させたモデルなので、会話を続けようとしてくれてるというところが現れてるのかなと思います。はい、続いて、こちらのニュースです。ChatGPT のプラグイン機能が登場しました。ChatGPT の有料版に加入している人が対象で、Web 上で、このサードパーティーが開発したいろんな拡張機能が使えるようになっています。 私も一応有料版に加入してるので、まあ、使ってみようかなというふうに思ったんですけどもプラグイン機能がですね70か80とかそれぐらいあってどれ使えばいいんだっていうふうに迷ったのでいろいろ調べたりとか自分で使ってみる中で良かったなというふうに思ったものを3個紹介してみようと思います。 はい。それではやっていきたいんですけども、プラグインの使い方なんですけども、この左側の下のところですね、ここから、えっと、セッティングというところを押してもらえば、このベータフューチャーというところにプラグインというものと Web ブ,ブラウジングが出てくるので、えっと、こちらをオンにしておきます。で、その後にこの GPT-4 のところの、えっと、プラグインですね、ここを押してもらって、えっと、今私もすでに選んじゃってるんですけども、いろんなプラグインを使うことができます。で、このプラグインストアですね、ここを見ていくと、最新のプラグインが、えっと、表示されます。 でここからですね使ってみたいプラグインを、まあ、選んでいくという形になります。でプラグインを選ぶとこういった形で使うプラグインを選ぶことができます。で3つまでプラグインを使えますというところで1つ目に紹介するのがこの WebPilot というものでこれすごく便利だったのでこれを選びます。はいでこの WebPilot なんですけども URL を打つとそのページに飛んでその情報を元に回答を生成してくれます。 例えばですね、GPT4 のページがありますと、でこの URL をです、ね、コピーして、はい、下記のページを300文字以内で要約してくださいというふうに打ってみます。そうすると、この WebPilot が使われていますと、で今、情報を読み込んで、ここから回答を生成してくれます。 はいこんな感じでだいたい300文字ぐらいで、えー、と出力が生成されていると。かつこのページの中身を見ながら回答を生成してくれるということです。で、こちらクリックしてみると、えー、とどの情報ソースを参照してるかっていうのが分かるかなと思います。はい。で、これ自分でやろうとすると、まあ、結構ですね、えーと、トークンが必要になってきそうなので、かなりお得かなというふうに思います。 はい、続いての機能なんですけども、この Ask Your PDF というもので、PDF の情報を参照して回答を生成してくれるといったものになっています。こっちらちょっと選択してみましょうと。今回ですね、論文の方を要約してみたいと思います。こちら最近出たですね、Google の医療分野における言語モデルの活用の話になっています。でただ、要約してもらっても面白くないので、出力形式をちょっと指示してみたいと思います。 はいこんな感じですね下記の論文について、えー、下の形式で要約してくださいということで、えー、と PDF の URL 貼ってあげてその後に出力形式を指定してあげますこれでちょっと打ってみましょうはいそうするとこういった形でポイントに絞って要約してくれましたで他にもですね論文の中身の質問をしたりとかできるのでかなり論文を読むのがはかどるかなと思います はい、で最後の紹介する機能なんですけども、えっと、この showMe というものになってます。でこれはですね文章かから、えっと、図ととをでですすすね作ったりすることができます例えばですね ChatGPT が完成するまでの過程を、えー、図解してくださいというふうに打ってみると。 はい。そうすると、こういった感じで図解することができました。チャット GPT が完成するまでの過程を図解したものですと。えー、オープン映画が設立されて研究が始まって、えー、GPT123、チャット GPT、カレントバージョンというふうに遷移してると。はい。ちょっと単純すぎる図解かなというふうに思うんですけども、この図をパワーポに貼ったりして、えっ、ー、と、資料として使うこともできるかなと思います。他にも、WebPilot とかと組み合わせて、その Web ページの情報を使って図解すると。えー、そういったこともできます。 はい、で、今3つ紹介したんですけども、えっと、他にもいろんなプラグインありますので、皆さん使ってみて、こういったプラグイン良かったよっていうのが、えー、もしあればですね、ぜひコメントの方で教えていただければありがたいです。はい、以上で本日の動画を終わりたいと思います。えー、この動画が良かったなっていうふうに思う人は、えー、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。え、共有したりとか、そういったことがあ、えっと、Web ページ、 ウェブページを読み込んで、その内容上その内容。